どうも、顔面でかしばです。今日はですね、びっくりラーメンがあるっていうことで、それをね、ちょっと調べに行きたいと思います。びっくりラーメン、うん、なんかね、男の願望をすべて満たしてくれたラーメンらしい。おーおーおーって考えると、食べなあかんやろ。そうやな、イコール、多分デブ飯やね。なるほどということでさ、あるラーメンや、ほんまに住宅街やね、これなあ。ここな、ナビでさ、ここ入ってこいってきてんやんか。絶対入られへんやんと思って芋ってやめてしまった。行くよ早く。なんでちょっと匂いがする。これや、すするかすすらんかということで行きましょう。井戸ある、見て見て見て、これ本物かな。あ、水ある、さだか出てくるんじゃん。だからこれ閉めてんのか。出てこんようにな。あ、なるほどなるほど、そういうことか。ここや、すするかすすらんかさん。ここにね、めっちゃいいラーメンがあるらしいんで行きましょう。はい、すいません。はい、お伺い行きますね。はい、スペシャルラーメンと、はい、麻婆豆腐ラーメンと、はい、あとこの卵黄と追い飯ってあるんですか。行きますよ。それでお願いします。はい、あとビンビールお願いします。はい、すっごいのが出来上がってたね。乾杯です。何あれ、様子のおかしいやつ来てんけど。すいません、お待たせしました。こちらスペシャルラーメンになります。すごい、どうぞ。ありがとう。どういうことこれ、これどこから食べればいいの。ちょ、坊ちゃん、これ様子おかしすぎ。おかしいね、これ。おかしいよね。これえ、これ何、チキンで、ここに卵が2個やろ。餃子5つにおった、いつもなんか俺見慣れてるやつおった。これ辛いんちゃうな。で、まあお豆腐があって、で、ご飯に卵黄。じゃあ、いただきます。ちょっと待って、どうやって食べればいいんかな、これは。まずは豆腐食べよう。豆腐、まずは豆腐食べよう、麻婆豆腐やつ。ほんまやな。うん、混ぜよう、上にかかってるやつが辛い。あ、そう、めっちゃ山椒効いてる。やっぱ麻婆だけある。餃子いただきますね。え、めっちゃうまいよ、これ合う麻婆餃子。うん、めっちゃうまい。え、麺太麺やねんな、結構。うわ、僕ハマるかもしれん。ほんま？めっちゃうまいわ。麻婆ラーメンってまさに麻婆豆腐の餡の中にラーメンが入ってるだけだと思って。おう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 。まあ実際そうなんやけど、味がめちゃピカイチ。あ、そう。うん、香ばしいし、めちゃめちゃ美味しい。へえ。辛さにやられましたか。辛さにやられたけど、麺がもちもちで、うん、めっちゃうまい。麺とあんとの相性がめっちゃいい。これ僕はハマるわ。ハマる。うん、だからこれ辛さは普通やねんけど、うん、結構僕涙目になるぐらい辛いからね。お、そう。そんなに、うん、めっちゃ量多いのよ。おお、ボリュームが、うん、さあ、びっくりっていうぐらいやから、うん、なんか溺れてるしみたいになってるけど、ありがとうございます。麻婆豆腐ラーメンってこういうことやねんな、うん、めっちゃ美味しいです。ピリ辛で、あの山椒の香りがめっちゃいい。それではいかがしていただきます。これ本格麻婆、これ普通に麺じゃなくてご飯でもめっちゃいい。酒のあてにめっちゃいいわ。なるほど、ね、全然酒飲んでないけど、このやっぱ火力の香りがすごいね。
麻婆豆腐のバーベキュー、これバーベキューでイブスちゃうみたいな。あー、そういうことね。うん、いい感じやね、香りが。うん、うまい。もし機会あったら近畿大学の中の店舗も来てほしい。近畿大学なんですか？僕ら近畿大学の留学生で起業してて、はいはい、で近畿大学の中にも店舗持ってるんですけど。はいはいはい。え、今もう現役の大学生さん。そうですそうです。お、え、大学終わってからこっちに来て。そうです、だから平日のお昼は締めさせてもらってます。あ、めっちゃ美味しいです。え、麻婆豆腐はどっかで修行したんですか？いや、もう全部あの YouTube 見てね。ぬ、家で作ったら火災報知器なりません？いや、もうやばかったっすよ。煙たすぎて窓全開です。ですよね。あ、これ絶対デブなんで。なるな。デブの香りがするもん、これ。このボリュームは半端ない。坊ちゃん、ビールが全く進んでおりません。お、今日はほんまやな、ビールが全然減ってないな。もうこれは、なんかな、やたら水のな、量が多いな思って来た時に。あ、コップの大きさがね。これはそういうことやったやな。あ、辛いってことやな。そう、坊ちゃんに関しては完全に今日激辛じゃないから油断してきてるから、タオル持ってないかも、うつされへんことなってるもんな。汗だく。坊ちゃんの上だけな、うんうん、ギリラ豪雨。俺そんな雨降ってきたらもう嫌やわ。ちょっと待って、やばい、くしゃみが出る。あ、戻ってきた。カゴにしよう。辛いのでやな。じゃあ追い飯、追い飯やってめっちゃ辛かったらだいぶ食べるの辛いから、こんくらいにしとこう。やめてください、代表副代表2人とも。あ、これ絶対うまいわ。うまっ。いける、いけた。辛いんやないか、辛いんやないか。ご飯と一緒にやつがやってきた。おおおお。あのね、お腹いっぱい。辛いの食うと胃が縮こまるやんか。そうやな、お腹いっぱい。あ、今日はこれ残りのこんだけのビール飲まんとかんかな。大変やね、これ。あ、余裕ですか、量は。お腹いっぱいっす。僕の中でうま辛いと通り越した結構辛いに入ってる。おお、うん、量があるから。あ、そういうことか。そう、いや、これは多い多い多い。僕おかしいな思って、このスペシャルはなんで大盛りって聞かれへんかってんやろうなと思ったら、元が大盛りやねん。ほんまに。あ、美味しかった、ごちそうさまです。で、ぶ、な、ん、か、で、ぶ、な、な、ん、か、く、う、し、わ。最後か。すごいね、大学生でやる。そうやで。見習わんとかも。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。失礼します。ということで、皆さん、大学生さんが頑張ってるので、ぜひとも来てみてください。とりあえず、スペシャルはスペシャルでした。完全なスペシャルデブ飯でした。あれはすごい、いいね。超美味しかった。美味しくなかった？美味しかった。なんかもう、麻婆豆腐の香りがすごい良かった。うん。なあ、香りと風味とピリ辛の四川風、麺がまたもちもちで最高に合う。ぜひとも皆さん行ってみてください。ということで、今日は僕はデブになっちゃったよ。麻婆豆腐って結構油使うねんか、デブの素しか入ってなかった。よかったねよかったね。カロリー足りへん時は行ってみて。 なんか夜こうやって歩いてるだけで癒される。一人で歩いたらめっちゃ怖いんやろ。一人で歩いていって、あの井戸発見した時寒気するやろな。
おー。おー。本日はありがとうございました。ごちそうさまです。